はい、奇世界物語やっていきたいと思います。寝ればいいんだよね、確かね。冷静に思った、まだね4月だという事実前回のパートでね5月までいけるかなと思ったけど、はい、おはよう。そう、お誕生日パーティーに行くのよ。そうよそうよ、ほんとね、みんな集まるし、やっぱりワンピースを着ていきたいな。ダメよ、変なダサいワンピースは。それだけ私怒るよ、ほんとに。待って待って、髪型がサザエさんなんだけど、どうしたらいいの。嘘、あとそのソックスダメよね、なんか女児サザエさんやん髪型。何、お魚くわえたドラ猫なのこれ。大丈夫、なんかちょっとこんなおしゃれじゃないけど、ね、誰よとか言われない、不安なんだけど私。あ、かなこあれなんだ、一軒家とかじゃないのに。え、待って、でかくない？一軒家だな、あれも。マジで。私、でかすぎない？あー、かなこはいいわね。落ち着いてるわ、もうなんか服が。はい。こんにちは。まあ、オレンジ色のワンピース。私の好きな色だわ。またこの服にして。はーい。うわ、待って、おしゃれだ。私も今来たところですわ。まあ、明美には負けるわよ、そりゃ。次女さんが腹減った腹減ったってうるさかっただけ。あら、そんなこと言ったってごちそうはこんなにも並んでるんだもん。一条いいね、服ね。私ケーキを持ってきましたのよ。待って、私何を持ってきてないのよ。パリで修行を積んだパティシエがいるお店で特別にオーダーしたんですの。金に物言わせてるわね。さすが明美ちゃん、相変わらずゴージャスだこと。いいね、じゃあ早速始めようぜ。ではかなこちゃん、お誕生日おめでとう。何歳になるんだっけ ?19 になるんだっけ。おめでとう。あれ待って、メンズ、他のメンズは来てないの。みんな今日私のために集まってくださってありがとうございます。お料理いっぱい用意したからどんどん食べてね。この料理作るのふみかちゃんだっけ立ってくれたのよ。少しだけですけどね。あ、すごい美味しそう。よし、いっぱい食べるぞ。私は負けません。な、張り合うのね、そこは。そんなことで勝ち負けを争ってどうするんです、ほんとね。それはほんとそうよね。これ以上食べられません。私も美味しかったですわ。まだ半分以上残ってるわよ。持って帰ろう持って帰ろうも。私持っていただきます。怒られたら負けるわけにはいかない。だからなんで張り合ってんの、あなたたちは。残っても困るし、たくさん食べて。それじゃあ私も。なんだ、結局みんな食べるんじゃん。やった、一時めっちゃ上がった、嬉しい。あ、明美のポイントやべえな。はーい。ただいま。なんかさ、思うんだけど、ジジの存在理由ってなんだろうとか思っちゃうよね。全然なんか関与はしてこないのね、やっぱね。お帰りしか言わないし、おはようしか言わないもんね。お金280円しか持ってないからね。ちょっと髪型よな、なんか全体的にやっぱ髪型だと思う。だからもうちょっと服の種類が増えたらちょっとなんとかしたいよね。でもあれか、髪型自体も増えてないからどうしようもないのか。週一のバイトってなんか楽でいいよね。よくないな。稼ぎがな。はーい。500円か。さ、誰かいるかな？なんで来なかったの？誕生日。そんなに仲良くない？実は。ガールズたちは全員来たのにね。辻ちゃんダメね。いない。いや、ちょっとお金入ったから服買いたいけど、本当に今日なんか全然人いないね。
らない。おお、いたいたいた。でもな、だったら辻井ちゃんかな。あんまり上がってないもんね。ご飯はい。時間出てきたんですか。はい。絶対誘ってくれないよ。誘うって言ったけど。4月って確か30日前だったよね。何？今日で4月も終わるわね。今日の今月の修行の成果をちょっと振り返ってみましょう。何を振り返るの？私おしゃれさんになったかしら。水晶玉チェックしてみましょう。あったね、そんなのもね。もう少し頑張らないといけないのは体力、優しさ。優しくねえと私やっぱ優しくないのよ。だって101しかないもん。もう少しいろんなことにチャレンジするべきね。優しさって何で増えるの？これたくさんあってるわね。大切なことよ。はーい。来月のアルバイトはどうする？地球の暮らしにも慣れてきたからアルバイトは2つくらいやってもらう。ナイスです。選び直します。どのアルバイトやる？え、バーガーショップやってみたい。もっとやる。ファミレス。あんま良くないわよね。でも飲食店をね、2つやるのってちょっとどうなんだろうって感じがするけど。嬉しい。だってさ、週600円稼げるようになったってことでしょ。はーい。めっちゃ嬉しいんだけど、お金使いたい放題ではないけど。何にしよう。カジュアル？これかな。これね、カバンを捨てて、髪型をなんと、足って隠せないものかしらと思うよね。さあ、優しさとは何で上がるのかって話よね。私、根本優しくないんだろうからね。フラワーショップとか行ったら優しさ上がんない？あ、こんにちは。おーす。今夜に来たの？ちょっと通りかかっただけですけど、桜木さんは？ちょっと本探してきただけだよ。あ、これが見たことあるね。はーい。なんか私あんまりロン毛は好きじゃないんだけど、ちょっと桜木可愛いなって内心思ってるところはある。優しさ。なんかペットショップとか行ったら優しさ上がりそうじゃない？なんかペットを、なだめました。違うな。ほら、猫の赤ちゃん。初お目見え。脅かさないでね。かわいい子猫がいますね。優しい気持ちになります。ほら、来た。なるほどね。よかった。でも、1しか上がんないんだよ。結構絶望的じゃない？どうしたらそんな優しさどんどん上がるんだろう。この世界にもさ、ちなみにゴールデンウィークはあるのかしら。はーい。ワーカーショップでアルバイトする日を。やった。初日でしょ？ちょっとなんか気張っていこうよ。ギャル。初日でギャルで行く人やばいよね。これで行こう。ちょっとやっぱ、なんか、ほら。なんかあの子ダサいわって思いたくないから。はーい。まあでも言ってもさ、従業員と別に仲良くなるわけじゃないもんね。出てこないもんね、そういう人。ファミレス隣なんだけど。さあ働くわよ。じゃあ制服に変えましょう。あ、やった、制服もらえる。あー、なんかダサいわね。そこにいる人と服違いすぎない？そこのおばさんなのかわかんないけど。店内でお召し上がりになりますか？初日からそこまでやらされてんのね。大変。今日もよく働いたわ。やったわ、300。お、何？誰あんた。花森？君、新入りさんだよね。花森俊介。よろしくね。よろしく。このバイトのもう長いんですか？僕もまだ新人みたいなもんだよ。高校生ですよね。うわ、若いのか。高校1年だよ。キッチンには時々入ってるんだ。今度こともよろしく。
何これ、本屋には特にこういう人なかったよ。そういうパターンもあるのね。じゃあさ本屋さんじゃなくて、ブティック行きたい。ブティック高くて手が出せなかったから、今なら出せる。おめかしスーツ、シフォンドレス、ベルベットローズ。おめかしスーツ、でも大人の女としてね、やっぱスーツの1個や2個持ってないと。うん、また思ってたのと違う。思ってたのと違う、どうしよう。いや、なんかお母さんやん。嘘、これに私今400円払ったと思うとなんか結構絶望的なんだけど、マジただのお母さんだよ。ちょっと早くもう一個のバイト来ないかな。土曜日、どうしたどうした。はい、あ、電話する系ね。出てくれるかしらっていうところよね。だってこの二人しかだって出ないってことでしょ。うわー、どうしよう、桜木。はーい、こんにちは。どうしたのよ。どうしたのよっていいね。どうしたってわけでもないんですけど。そうか、お腹空いてるんだな。で、唐突だけど、まあいいや。どう、これから飯でも行こうか。もう桜木さんただ勝手に話進めちゃって。でも本当私もお腹空いてるんですよね。よし、決まり。じゃあ駅前のファミレスで待って。そこでバイトするね、私。もうすぐ。誘われちゃったわって。はーい。ちょっと気取ってお姉さんっぽい格好したいな。気取るんじゃないわよ。なんか、いや、足はちょっと細く見えるようになったなと思うんだけど、なんか、なんだろう、大人ぶってるというかさ、おばさんだよね。大丈夫？まあほら、桜木の服めっちゃいいじゃん、ラフで。これぐらいがいいよ。ようやく現れたね。ちょっと、お化け扱いかしら。あまりに遅かったからお腹ペコペコで怒ってます？さぞかしおしゃれしてきてくれるんだろうなって期待しながら待ってたんだ。そんな私まだおしゃれには全然自信がなくて。何言ってるの？そのロングスカーフバッチリ決まってるぜ。そうですか？だったら時間をかけておしゃれしてきた甲斐がありましたね。で、中に入ろうぜ。いいやつよね。お腹減ってたからファミレスに誘ったんだけど、これよかった？ファミレスもいいじゃないですか。メニューがいろいろあって楽しいし。初めてのデートなのにさ、デート、冗談冗談、気にしないで。さあ注文しようぜ。何にする？ピラフ、とんかつ。とんかつ？ハンバーグセットじゃない？いや、あのね、ファミレス、そのさ、行く周期によらない？なんか行きまくってる時はちょっともうとんかつとかちょっとこうずれたというか和食に走りがちだけど、初めてでしょ、こちらのハンバーグでしょ。かなりのボリューム。お腹空いてたんだね。今でもそう言ったじゃないですか。お腹ペコペコだったんです。そうだっけ？ほら、料理が来たよ。あー、美味しそう。美味しそうか？すごい食べっぷり。惹かれてない？大丈夫？惹かれてない？なんか、もっとジョシジョシした方がよかった？失敗したかも。この前のライブですけど、桜木さんすごくかっこよかったですよ。それで私今度は桜木さんのバンドのライブ見てみたいなって。だからそれ地雷なんだって。あ、もう自分のバンドは解散しちゃったんだよ。そうなんですか。桜木さんがメインでやってるライブ見たかったのに。ああ、残念。いいよ、もう昔のことだしさ。もっと知りたいな、桜木さんのこと。実は歌うの大好きなんです。だからバンドとか憧れちゃうな。じゃあ今度ヨタちゃんの歌聞かせてよ。ご飯の後はやめた方がいいかも。お腹痛くなるかもしれないし。大丈夫？なんかさ、結構、このゆうたちゃんやばくない？今度聞かせてよ。チャンスがあればいつでも楽しみにしてるよ。なんかだって、桜木に対してのあれってさ、自爆じゃないわ。地雷ってちょっとわかるよね。
なんかずかずか行くわね、この子。そのうちみんなから嫌われない？大丈夫？今日も電話する系じゃない？なんかそういうことよね。休みの日は基本電話する系なのね。はい。そろそろちょっと一条誘いたいよ。誘える。嬉しい。初めてじゃん。こんにちは。嬉しいな、電話してくれるなんて。いや、別に用事があったわけじゃないんですけど、どうしてるかなーって思って。電話もらえるだけで嬉しいんだよ。うん。もし暇だったら今からこれでバドミントンでもやろうか。いいね、バドミントン好きよ。いいですね。私もちょうど体を動かしたいなって思ってたんですよ。じゃ、これの入り口で待ってるからね。じゃ、スポーティーな格好をしないとダメよ。スポーティーな格好。ちょっとお出かけしてくるね。大丈夫かな。ちょっとこの子やっぱちょっとまだファッションセンスに難があるから。まあ、かもなく不可もなくだな。私あんまり好みじゃないけど、まあ いいんじゃないね。こんにちは。張り切ってきたね。すごく動きやすそうな格好じゃないか。やる気満々です。今日は風も吹いてないし、絶好のバドミントン日和だね。風あるときは絶望的だもんね。自分とするの好きなんで嬉しいな。じゃあ広場に行こうぜ。あ、すごいすごい、1万円ある。でも顔がないのよね。じゃないか、どうも。俺も本気出しちゃったよ。いや、恥ずかしい。私一度やりだすと真剣になっちゃうんですよ。真剣なのはいいけど、結構汗かいちゃったな。でもすごく楽しかったよ。その人たちはこんなに運動神経がいいと思わなかったよ。それほどでも。スポーツは見るのも好き？まあ、見る方も嫌いじゃないですけど。だったら俺今度草野球の試合があるんだけど、応援に来てくれ。おお、いいね。いいですよ。じゃあ詳しいことが決まったら教えてください。一条との関係もいい感じじゃない？ほら、夜までさ、バドミントンやるのはちょっとしんどいよね。体力持たないわ、それは。寝る寝る。多分筋肉痛だよ、明日。もうダメ、動けないよ。バイトとかとゲームオーバーよ、ほんとに。やっぱゴールデンウィークあるんだね、ちゃんとね。月曜日も休日だもんね。はーい。あれ？誰もかけれないわ、今日。そんなに毎日はイベントないってことね。はい。うわ。髪型だよ、本当に。さ、今日はね、ちょっと服は買えないよね。まだお金がないので。誰かいるかな？誰もいないね。今日は何？誰もいない系？内容って何？ラーメン屋ね。優しい気持ちになれる場所に行こうよ、じゃあ。優しい。ペットショップしかないやんね、でもね。やだな、こんなゴールデンウィークの過ごし方。一人でうろうろしてるんだよ。誰かとうろうろしたいよね、せめてね。体力上げた方がいいって言ってたよね。ここで体力上がんじゃない？はい。結構歩きましたね。バイトはないの？別にゴールデンウィークでもバイトは全然ね、出るよね。
え、今日は平日？ガーリッシュ。あ、これさ、ガーリッシュなんだ、サザエさんスタイル。そっか。なんでサザエさんなんだろうっていうね。誰かいるかな。桜木がいたよ、桜木。ちょっと邪魔だな。一条はどこにいるの？いないわ。公園寄って一条いなかったら、桜木だな。もう、メンズ優先しすぎよね、露骨にね。いや、ガールズも、あ、彼女いるからそりゃいないわ。うん、桜木。押す。ジャズか大人の音楽ってイメージあるんだけど、だって俺大人だもん。そうですよね。お腹空いてない？よかったらちょっと飯でも食べていかないか？食事ですか？近くのファミレスなんだけどさ。いいじゃん、いいじゃん。行きます。ご一緒します。サザエさんヘアでごめんねって。ステーキセットにしようかな。うわ、待って、お金いるんかい。そうか、そうか。カレーセット、ハンバーグセット。ここはさ、同じもの頼みたくない？うん。120円飛んだのは痛いわね、でも。なんですね。音楽の他にも何か趣味はあるんですか？そうだな、強いて言えばテレビゲーム。あ、いい趣味してんじゃん。テレビゲームよくやる？テレビゲームですか？私、テレビゲームってまだ一度もやったことないんです。そうなの。すごいことよね。珍しいな。テレビゲーム嫌いなの？そんなことないですよ。ただ単純にやったことないだけです。だったら試しにやってみたら結構ハマるかもよ。でも私にできるかな。大丈夫大丈夫。いろんな種類のゲームがあるから。そうだな。今度一緒にゲームセンターへ。おお。行こう行こう、ゲーセン。え、めっちゃポイント上がった。嬉しい。さあ、夕方ですよ。100円使っちゃったからな。あんまお金のかかんないところに行きたいわね。優しさっていうところを重視するんだったら、やっぱペットショップだよね。もうさ、冷やかしだよね。毎日ペットショップ来て見てるだけなんだもん。ごめんなさい、本当に。うちに猫いなかったらね、飼うんだけどね。いるから猫。彼女の収入で飼える猫って、猫じゃないわ、動物ってハムスターぐらいよな。よいしょ。どうしようかな。これかな。これ多分ね、髪型さえ普通だったら意外といけたと思う。さあさあ、メンズを探せの時間です。メンズいたね、今ね。わ、いた、公園に。嬉しい。今日も一足かけに来たんですか？ジョギングやってたんだ。私も体動かそうかなと思って。そりゃいいね。やっぱ人間体が基本だからね。児童さんを見習おうと思って。そうだ、お腹空いてない？お腹ならいつでも空いてますね。嫌じゃない？お腹ならいつでも空いてますけどって。ちょっと、あ、もうファミレス行くのね。行く行く。カレーセット。オッケー、カレーセットね。あ、安いカレーセット、ありがたい。私も、あ、でもパンケーキがいい、本当は。まあでも、ご飯食べに来たのにねって話も。メニューの中で一条さんがおすすめなのは何、どれですか？そうだね、やっぱりハンバーグセットかな。特製の、ドミグラスソースなの？私、デミグラスだと思ってた。ドミグラスソースで煮込んだハンバーグは絶品だよ。じゃあこのカレーセットはどうです？まあまあ美味しいんじゃない？ただかなりスパイシーだから辛いのが苦手だと。私は辛い方が好きかな、カレーは。明るさが4。よし。さあさあ、どうしましょうかね。CD ショップって行ったことあったっけ？
あ、買うのか。買わないわ、ごめん。あ、それだけでも夜になっちゃうの、ショック。はーい、まあでもいい感じにメイズたちとね関係性は築けているので。あ、おはよう。もうバイト全然なくない？え、なんで？曜日的な問題？で、ではこのやばい格好。まあでもジョージだよね。彼女の設定が12歳とかだったら全然今の服装でいいのよ。ちょ、邪魔よ。いいんだけど。あ、でも本当は16なんだっけ ?18 って偽ってたけどね。あ、桜木いる。こんにちは。また縄張りの視察ですか？今日はいつも読んでる雑誌の発売日だからそれを買いに来たんだ。どんな雑誌ですか？男の子の雑誌だよ。そうですか。もっと詳しく聞いてくれないの？だから男の子の雑誌でしょ？そうだよ。それでいいじゃないですか。そうだね。じゃあ何の話なの？大丈夫今の。公園行っとこう。そんな連続ではいないよね。雑貨屋行っとく久々に。でも雑貨屋もさ言うてメイクセット、お風呂掃除セット、ネイルセット、ネイルセットとか買っといた方がいいんじゃない女子として。え、ネイルセットって買って意味があるのかな。あ、なるほどね。美しさがアップはでかいわね。はーい。なんか予定ないの？あ、なんかあるよ、金曜日によって。なんだろう。びっくりしたもん。この音なかなか慣れないわね。事情だけど。うん。体にいいこと何かしてる？してないけど。それでね、今度の日曜、町内会の野球の試合があって、ああ。だからよかったら、たち応援に来てくれないかな。行きます。来てくれたら勝利間違いなしだよ。野球場で待ってるからね。やった。これも早く行こう。あ、でも日曜日って言ってた？金曜日だった。おはよう。ワーカーショップでアルバイトする日よ。じゃあ、とりあえずアルバイト行って、そうね。ちょっと日曜日の前日だから土曜日の夜までやりたいな。よし。バイバイ。でもバーガーショップちょっと変な子いるから、ね、喋りかけてくるからな、あの子。なんかどっちかというとバーガーショップの店員ってよりはさ、スーパーのレジ打ちの人みたいだよね。はーい。あ、喋りかけてこなかった。なんか子供みたいな子。彼女と喋っとこうかな。久しぶりね。久しぶりなのね。勉強の本ですか？うん、ファッション雑誌をチェックしたの。今度私にもおすすめの本を教えてくださいね。なんかいいわね。女子だとやっぱかな子かな、一番。なんかこう、いい意味でこう、害がなさそうっていうか、なんだろう、姉ポジションっていうかね。もう5月も10日ですよ、早いもんで。ボーイッシュ。服買うか。今日はちょっと久々に。一条とでもさ約束があるから、一条っていなかったりするのかな。いたー。
どこ見て言ってんのよってね。今日も一足かけに、あ、同じね、これ。またファミレスに行こうだって、行きます。大丈夫、お金は稼いだの。とんかつセット。この間美味しいって言ってたの、ハンバーグセットだったよね。ハンバーグセット、はい。ちゃんとそういうのやっぱ意識しちゃう系女子だから。で、今一番やってみたいスポーツって何です？そうだな、一番やってみたいって言うと、スカイダイビングかな。すごいわね。スカイダイビングですか。この前遊園地へ行ってバンジージャンプをやってみたんだ。その時高いところから落ちていく感覚がすごく気持ちよくて。だからスカイダイビングならもっと気持ちいいかなって。合わないわ、私。いや、なんだろう。絶対できないもん。高所恐怖症気味なのもあるけど、なんか、絶対やだ。ワッペンシャツ、ジャージ、パンツ。デニムミニ。なんでそんなさ、仁王立ちしてんの？ね、あとソックスがダメだってばっていうね。なんか、ポージングだと思うわ。このゲームにおいて一番の問題点は。なんだな、仁王立ちしてんだろうね。はーい。ということで、もう今日であれだよね。あ、日曜日あれだもんね。はい、ということでですね、今回この辺で終わって、次回は一条の野球観戦ですね。はい、バイバイ。